ダークフロー、ダークフローを基準とした場合に、ハップルの法則から予測される銀河団の運動と実際に観測される運動の偏差である。ただし、銀河団は遠方すぎて角度方向の運動は観測不能であり、観測可能な運動はドップラーシフトから観測可能な視線方向の運動のみである。また、通常これらの偏差の原因は説明不能であり、それゆえ、 ダークと表現される。なお、2013年3月に公表された、プランク衛星の中間成果報告における、特有速度に関する最新の測定データは、ダークフローの存在を支持する、いかなる証拠も示していない。標準的な宇宙論のモデルに従えば、宇宙マイクロ波背景放射を基準とした、銀河団の運動速度は、すべての方向にランダムに分布しなければならない。 ところが、WMAP の3年間の観測データの、キネティックスニア F ゼルドビッチ効果を用いた解析にり、アメリカ航空宇宙局ゴダード宇宙飛行センターのを、中心とする、カイエイトリオブランデラ、D カセフスキー及び H エベリングらの天文学者の、グループは、ケンタウルス座とホザの中間におけする、差し渡し20度ほどの領域に向かって、驚くほど均一な600秒速 1000km の、 銀河団の共通の運動が存在する証拠を発見したと発表した。キャシュリンスキーラは、この運動は宇宙のインフレーションに先立つ、もはや観測不能となっている宇宙の領域の影響の名残ではないかと示唆している。いかなる望遠鏡も、ビッグバン後、約38万年、宇宙の晴れ上がりにより、宇宙が透明になった時期より早い出来事を観測することができない。これは、 約4 6 0億光年彼方にある宇宙港の地平面に対応する。この説では銀河団の正味の運動を引き起こした原因はこの距離の外側に存在する。それはある意味では我々の観測可能な宇宙の外側に存在するのであるがしかし同時に我々の過去光円水の中にも存在している。キャシュリンスキーはこれらの計測結果は 宇宙の定常的な流れが決して統計的な見せかけの偶然ではないことを示していると主張し、現時点ではこれが何なのか理解できるほど十分な情報を持ってない。我々が確信を持って言えるのはこの世界から極めて遠いどこかは我々が局所的に理解している場所とは極めて異なっているということだけである。それが別の宇宙であるか、あるいは 時空の別の構造であるかは、まだ知ることができない。と述べている。この結論は、2008年10月20日に、アストロフィジカルジャーナル市場に発表され、オンラインで閲覧可能である。その後、著者たちは彼らの分析を、追加の銀河団と、その後リリースされたダブルマップの5年間のデータに、広げている。ダークフローは、 ケンタウルス座とホザの方向に向かって流れていると解析されている。これはもともとは1973年に重力的なミステリーとして見出されたグレートアトラクターの方向ともこうしいる。最も従来はグレートアトラクターの引力の原因は定規座銀河団と呼ばれる1.5から2億光年、カナにある大質量の銀河団によるものと考えられていた。 今回の結論は、引力の原因はさらに遠くに位置し、グレートアトラクター自身もその方向に向かって運動しているということを表しているのかもしれない。キャシュリンスキーは2010年3月からの研究において、W マップの3年間の成果を用いてなされた彼の2008年からの研究を W マップの5年間の成果を用いて拡張し、観測された。 銀河団の数を700から倍増させている。また研究チームは銀河団カタログを距離範囲に応じて4つのスライスに分類し、各スライス内での銀河団の流れの方向を検証している。この方向のサイズと正確な位置はいくつかのバリエーションを示してはいるが、各スライス間の全体的な傾向は顕著な位置を示している。 研究チームは現在までに25億光年までの減少をカタログ化しており、さらに現在の距離より2倍遠くまでカタログを拡張したいと考えている。宇宙物理学者エドワード・エル・ライトは、彼らの方法には瑕疵があると批判するオンラインレスポンスを投稿している。ダークフロー研究の主導者たちは、 これに対する回答のステートメントを寄せ、ナイトの五つの論点のうちの三つに論爆し、他の二つはそれぞれ語職に関することと、技術的な、些細な事項に関することであり、測定結果とそれに対する彼らの解釈には、いかなる影響も与えないとしている。さらに最近のリャン・カイスラーによる、統計的な研究は、キャシュリンスキーらは、現所の CMB の違法性の重要性を不当に、 低く評価しているとして、ダークフローを現実の物理的現象と断定することに疑を表明している。また前日のように、欧州宇宙機関のプランク衛星による CEMB についてのさらに精密な測定データは、ダークフローの存在を支持する、いかなる証拠も示していない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。